なにわのコンボガードゴーダレイ、強靭スコアメーカーショーンロング、ストレッチビッグマンイアンハマー、田島イ、ゴーダロングハマーです。ロバースケイン、マーフィー、クニュー、グラフシア、上沢、中村、エヴァンス、川田、竹内、名誉、山崎、三谷という広島のロスターです。負けられない広島か、勢いに乗る大阪か。広島対大阪ゲーム1、今ティップオフ。最初のジャンプボール大阪に出ました。最初のポゼッション大阪です。最初のアタックのポゼッションになりますが、大阪田島朝日から速いボール、これも良かった、中村タックアップ。しかしイ・ションジュがここまで戻ってきている。中村選手よく沈めましたね。そしてここからが速かった、このディフェンスが素晴らしかったですね。そうですね、イ・しかしまっしぐらに戻ってきて、そうですね、あそれでも決める対応だったんですが、第1クォーター終盤、うん、前から当たっていきます。木下自分で持ち出したロングシュート、バックだ、これはちょっと来ましたね。これは点差はありますが2クォーターにつながりそうな木下のビッグプレーでしたね。ここ広島は一つ上沢選手をファールで止めようとしたんですが、右45度中村、この中村に渡したエヴァンスとの2面ゲーム、エヴァンスもらってハマーをかわして相手状態、ダック、中村選手少しファンブル仕掛けたのが逆に、ロングトップの位置もらって木下、木下ロングとのピックアンドロール、ペイント内ロングバイカー、ロングダック。やはり広島川田選手の対応を見ると今日1本決めていた飯尾だったんですが、この第3クォーターのスリーポイントは決まらず、ブラクシアいいですね、ボーンスタリダイブエンドワン。広島はこのクォーター負けさせずに得点を早めに上げていきたい、それもスリーポイントで決めていきたい。守り切りました広島、逆に速いトランジション、おしゃれなパスのダンカー、ショータイムです、クニューナイスアシスト、そしてナイスダンク名誉。さあそしてこの名誉のカットからクニューのアシストご覧いただきましょう。いやこのピンポイントパス、はい、よく見ていましたね、左腕でしたね。この木下がアシストにスリーポイントに輝きたい、この木下もらってからのキックアウトパス、パロイヤロにミスマッチをついていますが、パス完全に待ち構えた木下どうか、うーん4本目、ね、エヴァンス、イがヘルプに行った、名誉外へパス、まだここがミスマッチ、ペイントも外からですね、エヴァンス選手、うん、叩き込んできました。ベースラインドライブノールックのパスラック、ショーンロング、まもなく試合が終わります。3秒2秒1秒、今ブザータイムアップ、試合終了。広島今日は一度もリードを奪われず。